戻した。カン、ありがとう、ハッピーハロウィン。ちょっと待って、私 X に何もツイートとかしてない。ツイートね、さっき急いでした。今やるよ。うるちゃん、ありがとう。全然今しちゃうよ。今日は初めてのリンゴハヤ。ちょっとさ、ギャルじゃない、みんなやったの。どう思う？あ、まあギャルかも。なんかギャルになっちゃいました。ゆうさん、ありがとう。ちち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 リンゴ、こんばんは。推しの子のさ、ガボってやつさ、 TikTok 撮ったんだけど、あの5分で覚えたからさ、ダンス間違えてるプラス表情がなんかやばかったけど、おはよう、とりあえず乗せます。クマ、ありがとうございます。お好み焼き広島で食べたよ。なんかさ、ちょっといい台ないんだよな、ごめんけど。でもこれめっちゃお気に入りになったかも、リンゴヘア。かわいい。ギャル、隣にギャルおる。ギャル、ギャルって言われるけど、ネガギャルじゃないんだよね。ネガちょっと愛でしょ。愛、愛ちゃん、いいじゃなくて愛ね。あ、そう、私 INFJ、 星野愛ちゃんの子かと思った。え、何も言ってない。最強、それなんだっけ、天才的なアイドル様。一条公園 VR で気になるとかあるの？そんなことないよ。嬉しいって言わないでね。カンさん、ありがとう。そんなことないよって来たら悲しい。ありがとう。チョコスプレー、え、何それ。チョコスプレーってなんだ。え、チョコスプレーってあの、あれでしょ、あのチョコのカラーのやつ。チョコのカラーのやつ。ちょっと流行ってんの。え、わかんない、それは何。チョコスプレー、ドラちゃん、ありがとうございます。パフェも取りました、昨日の。ありがとうございます。昨日じゃ、一昨日の札幌は、もうシースルーできなくなっちゃう。今日編み込んでもらったの、めっちゃ自分で編み込みできないからさ、帽子かぶってさっきバッテリア行ってきました。だからもう前髪が、そうです。今日真中さんと写真撮った。てっぺん、ありがとう。撮ってもらっちゃった。山形のロッテリア最高に美味しかった。いや、なんか食べるもの本当に気まりな。あ、待ってるよ。全部閉まっちゃってたね、夜遅いから。二人部屋ではない。だからロッテリアに行ってきました。やっほー。カツリンさん、ありがとう。ちちちちちネイルみたい、いいよ。ネイルめっちゃキラキラ光ってたらしくて嬉しい。なんかね、ブルーグレーっぽいやつにしました。千秋楽だったのに、なんかさ、バランス崩して、ハッピーエンド中に一回バランス崩して、なんか体の向きをね、右に変えなきゃいけなかったのに変えられなくて、普通にもう一回足ガクって切ってるから、が一人で事故ってた。ラコシちゃんと目合って大爆笑。可愛いんだけど。大爆笑されました。ごめんなさい。ごめんなさい。前髪ちょっと分けよう、やっぱり。あ、そう、今日前髪切りました。シースルーにしたのに。マジで、あの黒い靴？市長公園の、市長公園だと中盤以降の靴？本当にあのひねりやすいというか。なんかバランス安定しなくて、そう、危ないから、ちょっと。じゅんさん、ありがとう。そう、危ないんです。山形初めて来ました。みゆはなんか前、あの前ね、警察の活動で来ましたよ。来てたね。 SOS47 ありがとう、くま、ハッピーハロウィンで来ました。え、てかね、待ってるよ。最近ね、めっちゃね、いろんなとこ行ってる。で、行き過ぎ。一昨日は北海道行って、今日山形来て、でまた明後日北海道行きます。やっほー。あ、そう、ラジオの公開収録が決まりました。私も今日言われて、今日発表だったんですけど、ぜひ皆さん来てください。北海道、今日まつげが上手の方や、急に北海道公演来てくれる方はぜひ。え、そう、私、あ、はるか、ありがとう。ラジオも来てください。なんかさ、私も、もしチョコないんですけど、北海道も沖縄も福岡も行きたかった。行きたかった。そう、こしちゃんとやります。行きたかった。北海道来てほしかった。星、ありがとうございます。まつげは毎日自分でビューラーしてマスカラ塗ってますよ。マツパしてない。こんばんは。
ラジオのために北海道へ全然来てくれたのいいよ。沖縄行きたい。できれば行きたい全部。あれ公開収録だよね。確か公開収録のはず。行きたいな。私ね行ったことある県調べたの、うん、したらね20件ぐらいもう行ってた。私この前ねウィバースで言ったの、行ったことある県メモったんだよね。意外と来てない。だってさ、だっては加入する前まで、そうだ飛行機乗ったことなかった。飛行機も北海道から出たことなかったんだよ。すごくない？そしたらどこだっけ。すごくない？本当にもうちょっとで半分行きます。でもね、あそこら辺行ってないんだよね。私はなんだっけ、北陸行ったことないんですよ。どこも。カン、ありがとう。18。でも普通にプライベートっていうか、STU さんの加入してから行ったことある。アライリアさんが17期おみじめが好きなんだって。嬉しい。嬉しい、とっても。本当ですか？なんか話そうとしたこと忘れちゃった。まあ、いいか。え、嬉しい。教えてくれてありがとう。こんばんは、リアさん。でも沖縄、北海道行ってみたい。行ったことないんですよね、北海道、沖縄。みも沖縄さ、修学旅行なくなったから行けなかった。私北海道修学旅行だったのに、なんか延期になって、その延期が中止になっちゃって。え、そう、みも延期になって、延期、延期が中止。あのね、延期の、延期しないで行ってたら、あのコロナとかまだ全然だったから行けたのに、延期になった時に、そう、延期になった時に北海道が流行っちゃってて、やっぱりそれは行けないからで、行けなかった。延期にしないで行ったらよかったのにってなってたけど、まあ仕方がないよね、そんなご時世でしたから。うん、だからもうしょうがないんだよね。だからさ、何も文句はないけど、行きたい、誰か連れてって誰かスーツケース突っ込んでもらって沖縄行きたかった。行きたかったタケ、くばりがた。横顔かわいい、やった。横顔、このスマホさ、マジでさちょっと遠い、うん、ちょっと遠くないか。いや違うのよ、なんかこっちの新しい方のスマホでやると、画面、カメラ自体がなんかちょっと広角っていうか画面遠くなるんだけど。あ、アイちゃんのスーツケース入れるかな。いや、いけるな、あれ。でもアイちゃん待って、沖縄の人じゃ行かないわ。もうアイちゃんもとっくの塔に千秋楽だ、おしまいだ。でした誰か連れてって。沖縄ホテルが綺麗だよね。そうなの、うん、へえ。なんかどこのホテル泊まっても海見えるイメージある。あいいな、ありがとう、かぼちゃん。かぼちゃん、みゆの人生の夢は人生の夢、スイートルームに泊まることだから。誰か叶えてあげて誰か、だから絶対叶えてほしい誰か叶えてあげて。この前調べたの、めちゃくちゃ高い。いや、そりゃそう。え、ディズニーの一番高いよ部屋泊まってみたいね。やば、夢があるね。え、でもみゆはね、うん、あのね、あれがいいの、君の膵臓を食べたいで出てくる、うん、あのスイートルームに泊まりたいで調べたの、うん、めちゃくちゃ高かった。いや、それはそう、当たり前のことってるね何円だったとかじゃなくてびっくりした。え、しかも東京のどっかのホテルも電車乗ってるときに、これこんな綺麗なところなんだと思って地図開いたり、ホテルだったから、うん、そこのスイートルームとか調べたら17万とかだったのかな。えっ、と思って、どういうことってなった。ありがとう、嬉しい。だからえ、なんでさ、そんな高いの。ホテルってね、高いね。まだ安い方なの。え、17万なら安い方なんだって。17万は安い方でしょ。え、3桁とか4桁、3、4桁いかなきゃ、3桁とかはあるんじゃない。どういうこと。知らんけど、2桁は普通にあるし。ここもありがとうございます。いくらが4桁はないね海外とか行ったらありそうだけどね、知らんけど、何も知らないから。ブルガリホテル300万。あ、じゃあ3桁だ。どういうこと、誰が行くんだ。ここ数年で高くなってるんだって誰が行くの、本当にびっくりした。結婚式の夜泊まったホテル3桁。え、それいい生活してるぜ。いい生活だよ、本当に。誰それね、あの
武勇伝ね、武勇伝。いい奥さん、奥さんめっちゃ恵まれてってことやな。どっちかわかんないけど、ちょっと頑張るしかないな。いっそ、いっそ。いいよ、みゆはね、全然そんなね、300万とかじゃなくて、普通に17万でいいから、みゆは。とりあえずスイートルームに泊まりたいだけなの。17万でいいって言っちゃったね。確かに、うん、クマありがとう。17万ってすごいですからね、本当に。このショールーム何の話？わかんない。ミユの夢の話。あとね、ミユの夢はね、うん、確かにディズニーのホテル泊まりたいな。いや、ディズニーのホテル泊まって両方行きたい。あ、いいな。あとはミユはね、うん、世界飛び回ってみたい。あの、まず日本を47都道府県に行ってください。確かにそれだね、それマジやりたい。それを叶えたいね、いつか。いつかっていうか普通に47都道府県回って、で、その後世界行きたい。ただ私ショールーム開いてるだけになっちゃって、なんか教科書に出てる美術作品全部見て回りたい。あ、どうや、この夢。誰か、ごめん、みなもらありがとう。ちちちち、誰だろう。ジョエ、ありがとう。たくさんミラーボール来てた。ありがとう。夢は大きくだって。エジプト、真中さんと同い年ですよ、私。北海道一周にしたいの。真中さん一周した？え？ん？なんて言った今。同い年。あ、同い年。そう、うん、真中さん同い年。あれ行きたいって思ったのよ。ベルサイユ宮殿。ああ。あそこにさ、本当にさ、住んでたってすごくない？いや、まあそうね。やばい、え、どうしよう、生まれ変わったら何世代行きたいかな。何世代？何世代？どうする？何世代？タイムスリップできるならさ、どこのさ、時代に行きたい？ああ、時代ね。世代って言われてびっくりした、今。ママ世代とか。みゆはね、どこがいいか。でも日本だったら、うん、テレビが、うん、いや、平成ぐらいがいいな。全然平成でいいな。親の時代に行きたい。親の時代でもだってスマホないんだよ。それがいいんだよ。え、それがいいんじゃん。なんで？スマホのない時代を生きてみたい。生きてみたい。生きてたよ。生きてたよね。生きてた。ガラケーとかだったもんね。全然生きてた。全然生きてたけど、その携帯がないじゃん、その親の世代。ポケベルでしたっけ、うん、ポケベルはちょっと難しそうだから嫌かも。ポケベル世代、だってさ、素敵じゃない？あ、でもな、あれがいいな、あれ、浴衣とか、浴衣じゃない、十二一重とか着る世代。行ってみたい。十二一重着てみたい。十二一重ちょっと無理かも、ね、私じゃ。なんで？いや、重いでしょ。え、バカ重いよ、あれ。そう、平安、あ、平安いいね。平安時代。いや、私は別に平成ぐらいがいいです。平成ガラケーぐらいがいいな。あ、ガラケー使いたいな。ガラケーいいよね。ガラケー使ってたな。私もガラケーでした。めっちゃ打つの早かった。ガラケーのロック画面はなんかこう、なんかそのガラケーってさ、スマホみたいに保存が簡単にできないから、うん、絵文字とかわざわざパソコンでなんか絵文字をゲットできるサイトでわざわざメールに転送して、それを友達に送ってもらってた。友達と絵文字交換して、うん、あの絵文字だけのメールを作って、え、そうそうそう、友達と交換してた。なんかこうパソコンであのサイトからわざわざ送って、お姉ちゃんと一緒に。めっちゃ懐かしい。 AKB の動くやつとかでしょ。動く絵文字とか。そう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 。え、なんか可愛いよね。私あれだよ、 AKB の壁写をロック画面にしてた。そう、この前なんか壁写見変えること知らなくて変えてなかったな。壁写じゃないよ、ロック画面変えてた。壁写だった篠田さんの、いつだかの。なんかその普通にGoogle フォトで見返してたら、 Google フォトに昔の写真、うん、携帯に入ってガラケーに入っちゃった写真とかも全部あったから、見てたら壁写だった。なんか普通に可愛いと思って保存してたら、それが壁写で、なんかそれちっちゃい頃って分かんないじゃん、正直。だから壁写だった。
ギャル文字懐かしいな、ガラケー、ピンクのガラケー使ってました。私白かな、白いガラケー。オペラさんありがとう。ちちちちち、歌詞画像とか待ち受けしない、してなかったの。そんな世代ではないどんな世代かわかんないけど。でもあれ、あのさ、中学校ぐらいの時にさ、友達とかとさ、ペア画像してることが多かった。あのね、LINE、 それ初期の LINE で、なんかタイムライン、あのすごかったね。ね、ペア画像してる友達とかはいた。ペア画像とかしたり、あ、でもしたことあるわ、友達と。あと、あの頃めっちゃステータスメッセージ流行ってなかった。ステータスメッセージとも、なんかいいねしたらやりますみたいな、流行ってた、めっちゃ。なんかおもろすぎる、懐かしい、懐かしいな、時代を感じる。タイムラインとか今使ってる人いるのかな。タイムライン懐かしすぎる、いないよね絶対使ってる人、うん、ないと思う。まあツイッターがあるじゃん、だからいらないやろ。ツイッターやってなかったのに。私も全然やってなかったけど、でもタイムラインだったね。タイムラインはそんな使いこなせてない人だから全然。何載せてたんだろう。だからいいねしたらやりますみたいなさ。あとチェーンメールか、あ、めっちゃ怖かった、あれ、なんかいいねしないとみたいな。めっちゃ信じる人だからさ、めっちゃ怖かった記憶。え、何これ、なんか回ってきたんだけど、なんかさ、そのいいねしないとこの顔の女が夜来ます、現れますみたいな、めっちゃ怖くて必死、ね、怖かった。チェーンメールマジで怖いからな、本当に。しかも信じちゃう、信じちゃう、信じたことないな全然。この人来るの家に。でも携帯に送っ、誰かが送ってきたってことはこの人知ってるんだ、ミヤのことって思ってまんまと引っかかってる。携帯からさ、個人情報全部漏れると思ってるから、うん、めっちゃ怖くて。なんかさ、画面が割れてるってか、カメラも割れてるからさ、ちょっと 白飛びして、なんか平成のなんかデジカメみたいな画質になってる私。だから友達にね聞いてた、え、これ何、これ本当に誰か送んなきゃ来るのこの人って、聞いてた気がするおもろすぎる。そうかった。ググタスしてますか。ググタスの空大好きです、私。ちなみに曲いつかやりたいんだよね。やっほー。いや、携帯は割れてんのよ元から。これは割れてないよ。じゃ、割れてる携帯をね、ショールームとかドボン用に持ってるの、ずっと。交換日記はなんかしようってなったけど、あの1日で終わりました。え、ガチ、全然続かない。めんどくさいじゃん、だってあれ何書くの正直え、楽しいじゃん。全然やってなかった。プロフ帳やってた。あ、プロフ帳やってたな、書いてもらってた。プロフ帳やってたな。2台持ち、あと iPad もあるから3個ある、家に端末。しかも交換日記って確かね、担任の先生にバレたらね、募集されるんですよ。え？私の学校だからね、全然ダメだった。そんなことあるの？ありがとう、クモ。クマ。クモじゃない。全然クモはダメ。ガラケーの時ストラップつけてて、あのクマの願い事叶うみたいなさ、ストラップわかる？わかる？あのさ、お土産屋さんに言ってさ、え、猫じゃなくて？え、クマ。なんかキツネみたいな。クマ。なんかお尻がさ、フォファーになって、それも買ってたけど、ね、あのクマのね、あの裏がゴールドのクマのなんか水玉とかわかるわかる、水玉とか柄が水玉とか、そのお土産屋さん、日光とかのお土産屋さんにあるんだよ。絶対あるんだけど、あれ知ってた、あれ知ってる今のコスカビリアル禁止。あー、ビリアル別に大学の時に友達やってたな。B リアル知らなくてさ、地元帰った時友達にバカにされた。B リアル？ B リアル何だろ、流行ってんのって聞いたらさ、うん、え、東京って遅れてんのって言われて、いや逆や、違う違うみたいな、この人が遅れてるだけ。そう、びっくりした。 B リアルね、 B リアルって、いまだに分かんないな、 B リアルね。どういう仕組みなんだろうね。まあ、うん、まあ、通知が来た時に撮るのがいいんだよきっと。やってるのみんな。いや、やってそうなの、あんまいないけどね最近。あ、ありがとう。ファンの人とかやってんのかな。え、いるのかな。本日の
現場みたいな。でもやってたら可愛いかな。え、だって思い出残るくない全部、うん、だって時間と日付と場所も入れれるんよ。いや、おすすめしてる人がやってない。やってたのにおすすめしちゃった。だってよくない。だってさ、日記みたいなことでしょ。私はしてるけど、レミちゃんはしてる。いや、それはね、JK ですから。危険すぎて。ありがとう。危険なんだ。ん？危険なんだって、ビリオン。あー、らしいね。まあまあまあ。だってさ、今日、あ、この日、写真見返したら、あ、この日、どこどこの現場行ってたんだ、とかわかるんだよ。そうだ、ね、やらないか。今やってない。まあ、若い子がめちゃしてるイメージですね。レミタンさんですからね。そうですね。クマありがとう。うん。こんばんは。インスタでいいしな、確かに。インスタが一番だね。若者のだから JK とかさ、女子大生とかがやるんだよ。一応若者だけどできないね。クソジジイありがとう。ちちちちちち、確かにいろいろ怖いだから。私別にやってないって言ってないじゃん。ビリアしてるって。私がいるよ。だってさ、休みの日とか天井しか載せないよ、みゆ。え、だから天井とボッサボサのみゆしか映んないけど大丈夫。え、でもそういう子いる。なんか絶対にメガネで髪の毛ボサボサの、うん、いたんだ。大丈夫。多分ずっとベッドにいるから天井だけとか、あと食べ物、なんか内カメと外カメが映るんですけど、内カメで食べ物映して外カメでもその食べ物映したりするよ。全然食べ物やん。え、だから食べ物だって。だからなんかそのテーマパークとか行った時にその撮ったら思い出に残るからいいんじゃない。知らんけど。確かにね。え、ディズニー行きたい。約束してたじゃん。約束したよね。おもろすぎる。寒くなったら行こうって言ったよね。私の周り真っ黒い。ねえ、多分無視してきたんです。普通にあの画面が割れてんのよ。無視したんです。ん、なんか言った。ゆきたんから言ってきたのに。え、あ、ゆたまる、かわいい。たわ、ありがとう。ありがとう。だって一緒に買ったじゃん、制服。でももう制服着れないわ。え、そうだった。髪の毛悪いから。おしまいや、おしまい。ちょっと無理だった。ひろよしさん、ありがとう。ありがたわだね。まだいけるって。いや、その問題じゃないねん。制服も着れないよ。だってもう卒業して3年経ってた、気づいたら。あ、そういうこと。私よく真っ黒にするな、ビリアル。病んでると思われない。え、全然。あ、映せないんだぐらい。なんかそれもあったよね、 LINE のホームとさ、トップが真っ黒になる人いたよね。どうしたのって思って、なんか面白かったそれ。ほら、いたわ。これ違った。めっちゃめっちゃ写真どれだっけ。使いこなした。ほらね、病んでるよ。病んでないって別に。でも私毎日継続してるから300超えてるよ。くるくるちゃん、ありがとう。すごい、タワー来た。かわいい。ハロウィン、すごい。ありがとう、くるくるちゃん。映せないときそうなるよね。だよね。ありがとう。こんばんは。ありがとう。何してるんですか、皆さんは。私は山形県にいます。ね、もう落ちてきた。え、もう落ちてきたよね、みゆかみる。暗くしたのに。だから、落ちやすいんだって。みやんだ。美容室代のものを飲んだ高くなる。ビント。ビントの、ボリュームエナメルキスグロス152番。ジルの紫と、今塗ってこれ、塗ってる。グロスはユーピンクと、肉食べてない。メイクメイクと、食べたかった。
今これしか持ってきてない。めっちゃ見え重ねてるんだ。今はこれしか塗ってない、ペラペラ。今はこれとこれだけ。今はこれだけ。でも公園の時はネットで売ってるし、アットコスメ、原宿のアットコスメで売ってた。マジでこれいい。4本、公園は4本。最近もうめんどくさくて、これか170何本だっけ。ゆきたんそれのイメージ強い。マジこれしか使ってない。イエベアキにおすすめは普通のディントのブローイリップみたいなやつの209。これが可愛すぎて、ジルのね、ジルのこの08番がめちゃくちゃ可愛すぎて、もうこれ絶対リピート買いする。どこで買ったんだっけ。これは出張公演の朝散歩の時に、どこだっけあれは、香川で買いました、ね、香川の朝に買いました。欲しかったんだもん、リップでね、テンション上げたかった日だったの。でもマジでお気に入り、買ってよかった。イエベだよ多分、わかんないけどね多分。でも衣装とか水色多くない。え、そうなんよ、私衣装的には ブルベってこと。ニヤリってした。ニヤってした。いや、この話を一生さビバースでしてるからさ、ファンの人がイエベとブルベちょっと分かりそうなんよな。もう家はブルベ夏か家エハルだと思ってる自分で。でもどうなんだろう、茶色に合わないからブルベ。でも私茶色に合っちゃうんだよね。やっぱグリベってことか。オッケーオッケー。イエベとかブルベはなんかその肌が白く見えるとかじゃない、わかんない。でもコーラル系のさ、うん、メイクさんがやるときコーラル系のことが多いからイエベなのかも。わかんないよ。でもメイクさんも人によるから。正直イエベです。ちょっとそういうのわかんない。やりたいな、骨格診断もやりたいし。イエベだけどブルベになりたい。ブルベがいいよ。まあでも肌白かったらみんなブルベやろ。そんなことないよ。いや、そういうことある。だって松崎しげるさんブルベらしいもん。え、だから逆で言えば真っ白になればなるほどブルベの色はイエベの人でも似合うんだよ。そうか、じゃあやっぱり世の中色白がすごい、うん、やっぱあずちゃんみたいな色白が勝ちか。冬のうちに白くなるか。なれるかな。なれるかな。何時までショールームする、このよくわかんないハンマでする。え、ポリポリ。オッケー。ジルのリップかわいいよね。これめっちゃかわいい。ジルのリップはかわいい。てかジルのコスメとね、ジルのものって全部かわいい。ジルはかわいい。ジルしか勝たん女の味方、ジルスチュアート。ジル持ってる女はいい女。ありがとうございます。やばい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 、褒めちゃった。今ねジルのねクリスマスコフレ頼んだんだけど、当選発表まだ来てない。あ、当選系の。え、ってこと落ちたってこと。もう来ましたか、買った人いる。ジルのクリスマスコフレメール来てない。まなかさんってブルベだよね、マジで可愛い。ゆりさんもブルベなんだよな。まなかさんの顔マジで可愛い。マジで可愛いな。もう来てたよ、だって。ん、うん、落ちた落ちたな、それは落ちた。家の誕生日プレゼント、メキシカサンタさん、もっとおしとやかな子だと思ってた。え、全然おしとやかな子になったことない。これ普通。全然普通。ウィバース撮ってくれたらわかるけど、普通にただのおしゃべりなだけ。落ちてもメール来てたよ。うん、見てみる。デフォです。最近やっとメイクが安定してきたと思ったけど、リップは変わらないんだよな。え、変わるんだよな。でもまつげが上手になったね。オタクの気持ち分かったって。当落発表分かってるよ。いや、当落発表なんてよくやるやん、いろんな。分かんないけど、落ちたら悲しいよね、メイク。新劇場がどうなるのかが楽しみすぎて。え、それな。でも柱が残るってことは分かったじゃん。いや、まあだって当たり前じゃん。だって柱残んなかったらドンキホーテが潰れるって言って、あの、うん、劇場から落ちてくる。あの柱めちゃくちゃ重要だからね、だから、うん、
マジで潰すとか言った人ダメだよ。なくしてとか言った人ダメ。絶対ダメ。楽しみにしておこう。白くなるかな、ピンクなのかな、やっぱり。なんかでも近未来とかになったらなんかじゃあそれはそれ銀色とかなんで全部ミラー張りとか。やだ、もう全部フォトスポットね。近未来で全部 BL 指導し放題。お花、お花めっちゃお花でインスタグラマーみたいな、なんかやばい、こんなの切り抜いたらダメだよ絶対。絶対ダメだよ。わかんない、だってリンたちも完成図見たことないから、ね、え、見たことなんかあるとか知らないしね、本当にわかんない。どうなんか、ありがとうキロさん。くま、でも椅子がふかふかになったりするのかな。どうなんだろうね。うーん、階段ついてたの。そうだよ、写真載ってたよ。そう、見る。うん、マジでショールームはね、自分のスマホでやったらダメ。いや、自分のスマホなんですけど。それ自分のスマホじゃないっすね。かんたろう、くまありがとう。これだよ。え、見たい見たい。え、すごい、石の自分のスマホだけど、いつも普段使ってないスマホでやらないとなんか連絡取れなかったりするし、困っちゃうから、却下です。楽しみです、新劇場。でももうあと2ヶ月、1ヶ月半、1ヶ月半でできる予定ね。どうなるんだろうね。どうなるんだろう、楽しみです。出張公演も終わっちゃうの悲しいな。でも終わっちゃったんだって、うん、私。そっか、で終わっちゃった人に言わないでよ。でエリコとさっき言ってたの私ってね、いろんな地方の方に会いに行けてすごいよくでした。いや、ご光がさしてる、ごめんね。スジジありがとう。鏡が割れて、あ、違う違う、カメラが割れてるね。タッキーさん、ありがとう。ジジジジジジジ。11月ね、何するんだろうね。アルバムの決済忘れなくだって。あ、アルバムの決済、あの、ぜひ、あ、完売してたらしいみたい。お願いします。忘れずに。完売してたみたいなので、ぜひ決済忘れなく。よろしくお願いします。っていうのは、新公演については私はわからないので。メンバーから言えないんですけど。そう、言えないけど、だって言ってって言われちゃうとさ、言えないけど言わないとみたいなね、こう謎の正義感になっちゃう。忘れちゃうから言ってって言うファンの方もいるしね。うん、難しい。でも言ったら、そうもんね、お金の話メンバーから聞きたくないって言われるし、難しいです、うん、だからいろいろね、考えながらね、私たちもやってるので、責めないでほしい。圧は大事らしいよ。じゃあ圧が嫌な人は今回の再発見せめて言ったら追加しますよ、だって。やった、嬉しい。待ってます、待ってます。でも忘れたらなんか結構やばいらしいよ、これ結構ガチか。なんか別に、そう、忘れたらやばいから、私はそうならないでほしいからちょっと言いたくなっちゃうね。ん？あ、なん、あ、ね、ね、結構ね、うんうんうん。そうよ。だから気をつけてね。そう、メイドもします。珍しく。ブルーさん、ありがとう。どんなポーズしたいかな。そう、結構本当に私たちに会えなくなっちゃうから。マジで忘れない方がいいよ、これはガチ。冗談じゃない。何のポーズが流行るんだろう。でも流行りなんてさ、すぐ変わるからさ、ちょっと今決めてもさ。でも女の子で TikTok の踊ってるところのやつをつなげて動画作りたいとか言ってる子とかいた。でも女の子じゃないじゃん、きっとその質問した人は。ありふれたポーズをたくさん考えておいた方がいいってことかな、私たちが。ハート。公園のダンスのポーズいいね。
オンラインもあります。オンラインは当たったらサイン、写真もついてくるし、お話もできちゃう。オンライン結構めちゃくちゃ豪華だなって思いました。少ないんだけど日程は。そう、めっちゃ少ないからさ寂しい。でもめっちゃ豪華じゃない？え、ガチでオンライン当たったらサインまでついてきて、写真は絶対撮れてお話もできる。そうだよ、皆さん知ってました？今日中寝るよね。ちょっと考えとくね。多分寝てくれます。やめようかな、家帰ろうかな。多分寝てくれますか。私たちもでもさ初心会初めてだからね。そう、初めてだからどうすればいいんだろうね。なんか変に何も言えないのよ。先輩メンバーとかは多分やったことあるけど、17期はやったことない。17期以降がないんですよね多分。ちょうどあとレミさんとひゆかさんもないかな多分。まほぴょんさんたちが加入してすぐの時だから。まほぴょんさんのやつめっちゃ可愛かった。オンラインのストーリーに載ってた写真会の写真。いやそれ可愛いやろ。めっちゃ可愛かった。そうですよ。あ、以前の写真会と全然ルール違うんだって。おー、じゃあ分かんない。そうなのか、うん、じゃあみんな初めてだ。一緒、みんな一緒です。うんうん、なんかどうしようね。初めてな人はや多そう普通に。だってさ最近好きになりましたって言ってくれる人結構いるじゃん。だからおすすめのポーズ、私は指ハートが自分のポーズとしてやってます。勝手に指ハートとか難しいね。難しいですわ世の中。世の中の話急に。私のポーズはないですね。ないので皆さん結構一緒に考えようね。楽しみにしてる、めちゃくちゃ。あ、ありがとうコマ。ギャルピースやる？広くなってないよ、近づいてないだけよ。そういうこと。またおー中3体とチェキとかどう？すごい。眠そうだねって言われた。いやそりゃね、私たちだって公演してますからね。知ってました？お見送りで指ハートしてくれて嬉しかったです。来てくれてありがとう。嬉しい。たけありがとう。難しいねやっぱ新しいの。新しいことって難しい。ちょっと嫌かも。誰か変わって、私のここだけ変わってほしい。スリスリしたくなっちゃった。いやなんないよ、なんない普通。だって近くに人がいたから。やばいでしょこの人。大丈夫？あなたのあなたたちの推し面大丈夫？したくなっちゃった。あ、酔ってないですよ、シラフです。全然ロッテリアしか食べてない。ロッテリアしか食べてません。かぶり物アナ、アナうまい。なんかさ、本当にマジで洋服に穴開いてると全部穴に手入れたくなって。ありがとうクマ。手入れてくるんですよ。それもなんか私はここだからまだいいじゃん。あのね、よくない本当。これ以上言わないけど、穴は覗きたくなるって言うじゃないか。本当に大丈夫？おもろい。これでシラフってやばくない？ガチのシラフなのよ。飲んでたのね、あのバニラシェイクね。しかも飲んだら寒くなっちゃった。ミズミンやばって言われてる。やばいかな。やばいでしょ。やばいのかな。うん、そんな人言う、そんなこと言う人いないやろ。いや、そうやって生きてきた。てかそうやって育ってきた気がする。
えの地元そうだった気がするもん。みんな穴に手入れてた気がする。いや入れないでしょ。その地元やばいになるからやめなさい。これ以上言わないで何も。え違うか。絶対ダメ。違うかな。絶対ダメだよ。湖なら下が仕方ない。あそういう感じね。だって穴開いた人のさ、あのジャージとかってよく穴開くじゃん体育で。いや開かないね。体育でこんなにジャージって穴開くんだよ。開くよ。開きますよねジャージ。閉じるね。あれさみんなクラスのみんなでこうやって座ってさ、うん、穴広げて遊んでた気がする。なんでそび遊びしかしてなかった気がするんだけど。やばいでしょ。やっぱ湯船に入りたくなってるな。ほらコメントしてるの、あのあ男は結構あ女の子に生まれて本当に良かったねだって。うん女の子で良かった。もういいかな充電外していけるか。ラグったらごめん、ね、あと人のアウター触りたくなる。いや触らない触らない触りません人のアウター触りたくなっちゃう。痛いって聞きながら触りたくなる。そんなことあるないよ。ちょっと触らないかな。あ、かけ。くもありがとうございます。かわいさでなんとかなってきたタイプですねって言われた。褒め言葉だけどちょっと褒めてないな。おかしいな。かわいいだけじゃダメですか。右左周辺気持ちさせちゃう。これ公園の合間に撮ってた。よー女子校のりってやつ。確かに女子校だったからな。みゆ、あそうだ女子校出身だからな。 ありがとうございます。ハロウィン、そういうこと。ハロウィン私ちなみに全然女子校とかじゃない。困っちゃったな。でもめいめい女子校じゃない確か。そんなメイメイ聞いたことない。なんか女子校だった気がするな。全然似ても似つかない。ん？んじゃないよ。んじゃないよ。こっちのセリフだよそれは。全然私普通に県立よ。神奈川県立の高校生です。女子校なんて、ね、初めて聞いた。別に言わんやろ。女子校最高だよ。よかったね。やっほー。あ女子校ってどういう世界なんだろう。やつや。えめちゃくちゃ楽しい。ありがとうございます。イエイ。まあ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 そんなことはさておき、そんなことはさておき。今日はドボンの曲どうしようね。えなんかさいつもさ1週間以内ぐらいに聞かれてたのに全然聞かれなくない。確かに。まあ多分余裕があるのは。え前回もギリギリだって。え違う違う、ギリギリっていうのはさ終わってすぐだったじゃん。嘘。えガチガチガチ。そうだった1週間後ぐらいにだったから多分。マジでどうしよう。今めっちゃ考えてる。え今めっちゃ考えてるんだけど、いろんな動画見てるんだけど、ね、全然やりたいのいっぱいありすぎて絞れない。逆にえなんか普通にいざドボンでやりたい、なんかいやここじゃなくてもいいなって思っちゃう。えそうめっちゃわかる。えなんかここなんか今じゃないか、使っちゃっていいのかこのチケットみたいな感じ。そうそうめっちゃわかる。 マジでこれワンチャンこの先いつか絶対できるなっていうのもあるし。えそうえこれ盛り上がるかな。えそうなんよ。えそうなんよ。えどうしよう。え誰か助けて。何がいいと思う。送ってみんな。確かに。でもユニットめちゃくちゃあるのをやりたい。サボさんと曲がねめちゃくちゃ難しい。マルキーやりたいよ。でもハルピオさんが一昨年ぐらいにやっちゃってるはず。うん。あおありがとう。クマ。し。いやマジでさでもねもうその何曲か出して
多分うちのどれか1個だから。そうなんだよね。しかも決めるのさ、別に最終決定はミュータチじゃなくて運営の方だからさ。そう、スタッフさんがリクエストは出せるけど、その中で何になるのか私たちも分かんないんですよ、そのセトリが決まる。でもなんかちょっとやりたいのはある。正直全体曲でこれやりたいっていうのはあるけど、でもかといってそれ選ばれるかは分かんないじゃん。可愛い系みたい。ね、可愛い系さ、普段セクシーばっかり、まあ、セクシー担当ちょっと今あの手慣れてなかったから却下で。セクシー担当だからセクシー曲ばかりだから可愛い系やりたいんだよね。可愛い系か逆にかっこいいセクシー。でも今去年のドボンは割とかっこいいがあったじゃん。確かに汚れてるシーンズとかね、気がしない。めちゃ難かった。いや、やばかったね。客観的に見ててもよかった。いや普通にあのやばかったね。しかもあれなの、公演終わりの振り入れの夜遅い時間帯で頭に何も入んなくてびっくりしちゃった。姉妹グループのもありです。いやそうなんよな。こっちへおいでベイベー、あなたいや絶対に絶対に採用されない年がな。あと10歳若返ってみる。年も21になっちゃうんですよ、ドボンコンサートの時は。なんかそれが別に年上とかじゃないけど、なんかあまりにもなんかね年下の曲はねできないじゃん。踊れるもちなみに振り入れしなくて大丈夫あの前座しとく。レコルフ加入すると思ってるの。踊れます、全然全然いけます。やらせてください。衣装着たい、あのスタジアンの衣装。いや無理ですね。青がいい、青がいい、ウィクリーさんがいい、青がいいオッケーオッケー頑張ってどうしようかな。恋泥棒知ってるよ、かわいいよね。いやマジでな。いや、やりたいのあるよ。狼とプライドだし、やりたいよ。私がどれだけ狼とプライドをやってやりたいと言ってるか知ってますか。知ってる。もうこれかれこれね、もう2年ぐらい言い続けてるのに、あの、ツアーでネタになっちゃうから無理。そう、ツアーでネタになるから、みーみーはやった狼プライドやったらネタになるらしくてやらせてもらえないんですよ。オオカミとプライドどれだけやりたいか、もう泣いちゃうよみゆ、その話したら。もう本当にやりたいんだから。やりたくてやりたくて。私は何やる、何が似合う。でもさ、君だけにチュチュチュの最初のさ、こうやって目閉じて回るやつ恥ずかしかったから、ちょっと無理かも。書いてくれて、あれやりたい。だから君だけにチュチュチュのまこさん、いやあの衣装が着たい普通に。てかお披露目のようなあのベレー帽かぶりたいから、ちょっとベレー帽かぶらせて、誰か誰かかぶらせてよ。ベレー帽、あーちょっと大丈夫か冷たいんだけど。でも一回やったやつよりかはさ、新しいやつやりたいよね、どうせやるなら。逆転おじさんも可愛いよね。え、それな、あの衣装着てきたい。マジで可愛いよね、衣装。え、ガチでいつかやってみたい。ガチでわかる、ミームやりたい。ガチでやりたい、あれ。でもそれ可愛すぎるかも、あれなんだよ、いいじゃないか。可愛すぎるかも、ミーだって可愛いだろえ、違う、私がやるとしたらね、私がやるなら、可愛すぎてもいいかも、みたいなね。やらせてくれ、本当にみんな寝てるのかな。まあ、寝るよね。イノセンス好きですよ私。いやまだ何が似合うんだろうな。アートの独占権ね。ハルピョンさんとやりたいねって話してはいったけど、どうなるかな。天使の尻尾衣装かわいいよね。ガチでかわいい、ね、あの尻尾マジでかわいい。でもさ、ミーが着てるとこ想像つかなくない。え、想像つく。うそ、で水色着てそう。だって絶対笑う人いるでしょ、目が可愛い系やったら。いや自分からもなんかネタ枠ですって言ってるようなもんやんそれ
ウィンブルドンの衣装マジ可愛くね。可愛いウィンブルドン。いや可愛い。水色着させてほしい。いやピンク着たい一周回って。いいよ。でも似合わないよな絶対。水色の方がいいな。奇跡は間に合わないよな。ガチでいいよな。小田さんね小田さん。三大少女もやりたいの。だからさもうみんなリアカやりたいのいっぱい出してこないで。もう悩んじゃうから。三年少女やりたい。似合いますか三年少女。セリフね。いや言ってほしいな。うるさいんだよ。ちょっと今は披露しない。いつかやれてると信じて。もうどうしよう本当に。もうやりたいの多いんだよな。困っちゃうよ。ピュアならどう考えてもこの水嶋美優がピュアじゃなかったら誰がピュアだって言うんだ。ピュアだよ美優。ピュアですよ。いやーむずいね。知ってるってほら。ピアですよ本当に。自分で言わないよそういう人って。知ってた？サリーちゃんが自分でピュアですって言うわけないやん。ピュアやんサリーちゃんは。でも言わんやろ。照れちゃうんだからすぐ。どうしようね。どうしようかな。全体曲難しい。いやそうなんよ。じゃあ後でこの話しような、うん、絶対しような。だって全体曲ダブルセンターとか結構多いんですよね。でもダブルセンター、ミユが好きな曲がダブルセンターめちゃくちゃ多くて。え私はそんなことない。決まってるの？ん？いやでもまだ2曲しか絞れてないけどどうしようって感じ。いやでもツアーでさあの他のホティートさんが割とやりたかったやつやっちゃったからさすごい嬉しかった。 NMB さんめっちゃやりたい曲あるんですよね。私えマジ凪一と12秒が一生やりたかったから走れペンギンやりたいよね。いや懐かしい。走れペンギン大好き。あれマジ難しかったよね振り付けめっちゃ難しかった。でもなんか以前もう一回やってみたらなんか意外とんあれ何あの頃の自分。何えそうだえマジね凪一と12秒マジでやりたかった。マジでツアーでできてる激ムズでした。本当にマジでえあのえツアー持ってきてたから正直わかんないぐらい緊張してて本当に難しかった。みんなでえこれ大丈夫みたいな言ってたぐらい危なかった。けどみんな曲でした。でもナギイチマジでずっとやりたかった。可愛いあの曲。どうしようかな。えもう一回やりたいツアーね。ツアーもう一回やりもう一回ツアーだって北海道回ってないし神奈川で4公演もしちゃったな。してるなだいぶ4公演しちゃった。だいぶしてるな。 100m コンビニの衣装着たい。衣装着させて。あのその話衣装店行きながら言ってたな私。もう悩んじゃうよ。全体曲をやりたいのがいっぱいです。いや楽しかったなツアーめちゃくちゃ。なんかやっぱツアーっていいね。ツアーってめっちゃいい。何がいいと思うか後で募集しよう。好きな曲募集してそっから選ぼうかな。なんかさそれで自分が共感できるのあったらさ、うん、あやっぱこれ見たいんだってなるじゃん。確かに。だからありだな。聞きたい普通にどういうのが見たいか。AKB 全体でツアーやってほしいな。ねやれたらいいなって。出張公演以外でもね、やっぱいろんなとこ行きたい。抱きしめられたらもう一回やりたいな。セクシー担当？やばいセクシーお姉さん出ちゃう。セクシーお姉さんだったな。あのセクシーお姉さんは自分でセクシーお姉さんって言いません。抱きしめられたら一回だけやったんですよ K 公演で。でもその時ちょっと不完全燃焼で終わっちゃったからもう一回やりたいな。うん。しかも衣装かわいいじゃん。かわいいがちで着
したいし。待ってるよ。面白い、だっておもろいセクシーお姉さんだって。だらしない愛し方はマジで前回のドボンでやったんですけど難しくて、本当に難しかったです。でももうツアーでやったから俺完璧や。やばいやばいやばいえ、違うぞ違う違う、あれだ、そうだよ、難しいところを見に座ってるだけだったわ。そうだよ、そうだよ、あのあれね、 AB メロが一番難しい。 AB メロが一番難しい。ちなみに私そこ踊ってない、そこ歌ってる。どういうこと本当に。ウケる。28分になっちゃった、やば、やだ、終わりたくない。え、シーズゴンネできないんですよ私、高所恐怖症で。え、絶対ごめんなさい。やりたい、あの衣装めちゃくちゃ綺麗でさ、やりたいんだけど、あのね、本当に高所恐怖症すぎて、ボックスに椅子の上に立てないの。知ってる。そう、あのツアーで使ってた、あの私たち AKB48 ですっていうボックスを使う演出があったんですけど、あれですらめちゃくちゃ怖くて、私本当にね、そうだよ、叫んでた気がした。高所恐怖症なんです。やりたいんだけど、地名公園でなんだっけ、なんだっけ、太陽なんだっけ、名前、曲名出てこない、夏に燃えた恋だからっていうやつがセンターで椅子の上で歌うやつ。あ、なんだっけなんだっけ、なんだっけ、ゆきりんさんが卒業公演でやってたやつ。じゃあ卒業コンサートでやってたやつだ。なんだっけ、涙に沈む。あ、そう、それそれそれ、でセンターで立ちながら、で椅子と椅子をなんか、そう、椅子の上に立ちながらまた次の椅子に移動するっていうやつがめちゃくちゃ怖くて、いやこれはそうだろ、セクシーお姉さんだろ絶対。え、かわいい、かわいい、かわいすぎ、あやねさんかわいすぎんか、え、かわいい、え、待って、かわいすぎる、え、かわいい、ガチかわいい、なんかちょっと韓国アイドルみたいな、え、それの思った、かわいい、え、かわいい、めっちゃ難しい、え、やばいだろこの、このタオル、いやみんな買えな、絶対買えな、これやば、急にね、30分になっちゃう、え、やめる、うん、冷たい、ええ、クソジジイありがとう、だって誘惑のガーター、寝る時間が、誘惑のガーターちょっとまだ無理だよ、うん、ね、ちょっとまだちょっと大丈夫かな、まだ大人すぎるかな、うん、ちょっと大丈夫かも、まだちょっとまだできないかもしれない、みゆには、まだもうちょっと大人になったらね。こんばんは。寂しいよね、もうすぐ終わっちゃう、もう30分になっちゃった、次ランキング変わったらおしまいだ、うん、じゃあ先にいいよ、うん、え、だから変わったらね、うん、何分に変わるんだ、わかんない、あんまりシャワーの後だから練習したけど無理だった練習すな、シャワーの後だからは、あのこの前の広島公演の後にあの練習したんですけど、ちょっと無理でした、上手に歌えなかった、岡部さんが上手、歯が言えなくて、どうしてもどうしてもセクシーに歯が言えなくてだからシャワーの後だからはちょっと練習もうちょっとしなきゃいけないだそうです、皆さん、交互期待をちょっと無理かも、交互期待、だからまだ私やっぱりセクシー担当じゃなくて可愛い担当だな、いや、ええなりたいんだねって言われてるよ、え、いつかなるんじゃない、年内とかになるんじゃない、セクシーならないだろ急にならないだろ、普通に考えて、もうこの性格で無理だわ確かにおもろくなっちゃう、面白い担当ってこと、え、面白くもないよって、面白担当ではないな、声が聞こえてきた今、みゆの頭の中でみんなの心の声が全部届いてます、もう出張声ないんです、私10件も出てるんだよ、今日は一緒に長い中、いやちょっと無理かも、夜を過ごそう、いや結構大丈夫面白くはないって言われた冷たくないみゆのあの人って、本当に知ってるよ、みゆ面白いこと言えないもん、も MC も苦手だから、私面白いこと言えないんだよな、冗談とかちょっと大丈夫、だからなんかそういうの苦手、お滑り担当はダメよ、みゆちゃんね、みたいなさ、沖縄行きたかった、のんちゃんしかいないよね、17期以降、マジのんちゃんのスーツケースに隠れるか、友達とかもなんかそういう面白いことを言う友達よりも
こういう風に落ち着いて喋る人の方が多い。あ、私はみんなおもろい。笑ってる時間よりもビーはじっくりこう話し合ってる時間の方が好きです。え、私みんなおもろいよ。なんかずっと笑ってる、ずっと私が笑ってる。疲れちゃうない？え、全然おもろいから大丈夫。みんな体力あるからな。ビーは真剣に語り合う方が好き。いや、真剣に語るよ。語るんだけど急にボケ出すの。みんなボケる担当いる。みんな待ってるよ。で、写メ会の受付なんいつなんだろうね、次。なんか出張公演終わった後に先ほどあればさ、感想おすすめしやすいんだけどさ、ちょうどない時だから難しい。パク？リュズミンとエリコの深夜の会議懐かしい。18期オーディション懐かしい。待ってたな。待ってるよ、みんなのこと。もうね、いつ変わるか分かんない。何が？え、ランキング。あ、そういうこと、うん、変わるまで待ってるのか今。うん、読んでいい？でもさ、読んでたら変わっちゃうの嫌なんだよな。もう35分もう変わってるよ。じゃあ変わるね。変わるねじゃない、読むね。あ、間違えた。じゃあ読むね。気づかなかった間違えた間違えた、ゆっちゃん間違えた。え、何が何がえ、めんどくさめんどくさい女こと水島美優です。13位から読みます。13位、えいちゃさんありがとうございます。12位、青ありがとうございます。11位、カンありがとうございます。10位、はるやくんありがとうございます。9位、こうくんありがとうございます。いじられたら真顔になる普通に。それが面白いんだよ。8位、ひぴちゃんありがとうございます。7位、あばらさんありがとうございます。6位、じゅんさん、ありがとうございます。5位、ドラちゃん、ありがとうございます。4位、たけしさん、ありがとうございます。3位、クソジジイさん、ありがとうございます。2位、ダオスさん、ありがとうございます。そして1位が、リトルパラッポさん、ありがとうございます。出張公演終わりなのに、マジで来てくれてありがとうございました。待って、今変わった。どういうこと？ね、今変わった。おい。でも、あ、変わってないです。大丈夫っす。ありがとう。オッケー。オッケー。視聴感終わり、ありがとうございました、本当に。でも今は、今は水島美優じゃないもんね。ありがとうございました。そうだよ。美優はいつもこうなわけではない。目が乾燥してきたからおしまい。ね、リエってさ、うん、そんなに普段ふざけないよね。え、ふざけてるよ。でもこんな感じがずっとなわけじゃない。え、ず、いや、ずっとな人なんていないやろ。大人なミユもいます。あ、ライブランキングを読まなくてはいけない。ありがとう。またショールームします。早いよ、あるの。ミュが読むまで待ってたよ。え、だってさ、その間にランキング変わっちゃって、またさ読み直しになって、また永遠のループを重ねてさ、12時になってさ、読めなくて終わっちゃうよ。ヒスコーム。大丈夫、今から読むから。いきます。15位、釣り若浜ちゃんありがとうございます。14位、安藤さんありがとうございます。13位、イッチありがとうございます。12位、オペラさんありがとうございます。やばい、テンポやばい。11位、ジョエありがとうございます。10位、ウルちゃんありがとうございます。9位、ブルーさんありがとうございます。8位、カンありがとうございます。7位、タッキーさんありがとうございます。6位、タケありがとうございます。5位、メキシカンサンタさんありがとうございます。4位、ジュンさんありがとうございます。3位、クソジジありがとうございます。2位、ユタマルありがとうございます。1位は、クルクルちゃんありがとうございました。ということで、
ありがとうございます。急遽の配信でしたが、見てくれてありがとうございました。また今日はゆきたんと長い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 夜はありません。過ごしたいと思います。長い長い夜はありません。今日は一緒に寝ます。おやすみ一人で寝ます。バイバーイ、バイバーイ。